今週はじゃあ始まり。本日は皆様にはようこそご参拝くださいました。いよいよ令和4年水の市の2022のシーズンの開幕を迎えるにあたり、ヴァフォーレオープン、このシーズン望む試合に日頃鍛えた心技を存分に発揮し、惜しく勝ち時を挙げ、必勝を願うべく、これよりシーズンの必勝期間のご際に、謹んでご奉仕申し上げます。福祉の絹太郎たちが名のどの泡に払い、味噌に払えたまいし時になりませる払え、ボロボロのままごとつぶしがえあらぬ、払えたまい清めたまえと申すことを聞こしめせ、まずはじめに代表取締役社長佐久間悟殿、どうぞ野球社員の皆様ご一緒にご拝礼、まず2回頭をお下げください。続いて2度かしわでお打ちください。一度深く頭を下げてください。お参りいただきありがとうございます。バウォーレコムに立つ時に吉田達馬です。それではトップチームスタッフの皆様はご起立をお願いいたします。どうぞ吉田監督には願いを込め頼む人をお伝えください。まず2回深く頭を押さえてください。続いて2回柏で手をお持ちください。一度深く頭を押さえてください。
次にヴァンフォーレ甲府キャプテン新井洋平殿、どうぞヴァンフォーレ甲府選手の皆様ご起立をお願いいたします。どうぞ新井キャプテンが一緒の思いを取れ、まず2回深く頭を下げください。2度柏に置いてください。一度深く頭を下げてください。どうぞご着用。シーズン開幕に先立ちました山梨甲斐の国の英雄武田信玄公をお祭り申し上げます。ここ武田神社の大間に来ましてシーズンの必勝祈願滞りなくご奉仕を申し上げたいと思います。2020年和暦で申せば令和4年水の絵虎の年でございます。甲斐の虎、武田信玄公をお祭りしております。ここ武田神社の大間において虎の市、まさに大しく明るい未来へという思いのもとにこのシーズンを望んでいただければありがたいというところでございます。今年から吉田監督が起用されました。また心も新たに進んでいくわけでございますけど、どうか選手の皆様方に躍進団結心に刻まれました。そして怪我等と災いなくこのシーズンを乗り切っていただく素晴らしい成果を挙げて山梨県民の願いでございます。 J1 復帰へ進んでいただきますようお願い申し上げまして、私からの一言をもらって本日ようこそご参拝くださいました。みんな帰ってきたなっていう、この個人的なことですけど、帰ってきたなって思いながら、少し